山明子です。11月20日日曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は秋吉台から皆様にお届けしています。ちょうど秋なので、色が茶色ですけれども、今日がちょうどつれづれ日記なんと1000回記念ということで、こちらからお届けしています。昨日ふるさとをチャリティーコンサートを終えて、そして今日は駆け足でしたけれども、瑠璃光寺山口市の五重塔を見て、それから防府市鈴木淳先生のご実家でもあります防府天満宮、そしてもちろん秋吉堂、秋吉台にやってきました。まだ一度も来られたことのない関東からの有田マネージャーとヘアメイクの多田さんご覧いただきました。そして案内してくださったのは美祢市観光協会の深川さんです。大変お世話になりました。さあ、それでは今の時間、実は入山明子が新幹線に乗っています。早めにおやすみなさいの映像を撮らせていただきました。またこれからもつれづれ日記続けますので、どうぞよろしくお願いします。それでは秋吉台から入山明子でした。おやすみなさい。もしも私でよかったら夢の話をしませんか。昨日見た夢どんな夢、明日見る夢何の夢、海に漕ぎ出す朝だって、空に飛び立つ夜だって、終わるなら私も行きたいの。この世に生まれて喜びを覚えて、愛した人の大きさも本当の強さも知りました。ついて